皆さんこんにちは。今回はスキル編成の基本について話していこうかと思います。まあ台本なしで喋ってくんで、まあなんか間違ってることとか抜けてることとかあるかもしれないんで、まあなんかそういうのがあったらコメント欄で教えていただけるとありがたいです。一応この動画見てる人もコメント欄でそういうのを確認していただけるとありがたいです。でまずストーリー進めている途中の人は、まあモッドスキルがあったらモッドスキルとか、まあそういう、なんだろう、多分スキルがあんまり揃ってないと思うんで、まあ本当に星4とか何もなかったらこういう、まあ初期装備バーストキリトとか、まあみんな持ってるんで、あとはやっぱこういうね、スキル威力高いやつ、そのモッドとかコネクトとかアクセルとかあったら、まあなるべくソードスキル枠に入れてやっていくのがいいと思います。まあ大体強いソードスキル2枚と、まあバフが2枚とかあると思います。まああとはこの配布の安らぎの笑顔ゆいっていうのが強いんで、まあこういうの入れるといいと思うし、まあこういうのも配布なんで、もう本当に星音ないんだったら、まあ入れた方がいいと思うし、まあできる限り攻撃力が上がるやつ重視で、まあ2枚3枚かな、3枚入れて、まあ属性ダメージ1枚入れるとかそういう感じがいいのかな。まあ自分で実際にソードスキル打って検証してみて、ちょっと違うなと思ったら、その枚数変えていくのがいいと思うんですよ。例えば攻撃力上がるやつ2枚を3枚にするとか4枚にするとか、まあ、属性ダメージが上がるやつ1枚とか、まあ、クリティカルダメージとか、まあいろいろあると思うんで。でストーリークリア後ですね、あのイベントとか、まあ、ダンジョン迷宮区周回とか、まあ、いろんな周回するときにやる編成なんですけど、まあモッドスキル、まあ、大体の人は持ってると思います。その始めるとやっぱ最初スタートダッシュステップアップオーダーっていうのが引けるんで、いっぱい引いてるうちにあのモッドスキルは手に入ると思うんで、でまあモッドスキル、まあモッド素材ですね、こういうのあったら、まあ直剣モッドなら、まあ、この双剣士の記憶友情あるんで、まあ入れて、でまあ俺はこの眼帯アリスっていうのがあるんですけど、今本当に入手困難なので、まあ大体の人はもうモッド直剣だったら1枚なのかなって思います。であとはやっぱ1枚だったら他の3枚は覚醒スキルで、まあバフをかけながらですね、まあついでにこれスイッチが溜まりやすいので入れてますね。これすごく使いやすいですね。できる限りバフをかけるやつ、まあこれはシノン1枚以上っていう条件を満たすためだけに入れてるんですけど、まあこれは覚醒効果が強撃なんで、まあスイッチダメージ 15% っていうのがあるんで入れてるんですけど、これがね、そのシノン条件で攻撃力が 20% 上昇するんで入れてるんですけど、これはちょっと条件厳しくて、まあ、昔はなんかパワーライズといえばこの青バラキリト強いみたいな言われてたんですけど、俺はちょっと使いにくいなって思ってます。でまあそういう指定条件なければ、まあバフ効果のついた覚醒ソードスキルここ2枚入れて、まあできる限りスイッチ上がる、まあ、モーション早いやつがいいですね、入れたりして、でまあもっと2枚入れられるんだったら、まあこれとこれ入れて、まあ残り2枚はできれば覚醒のソードスキルで、まあこうやってソードスキル使用不可にならないやつですね、できればいいんですけど、まあこれは仕方なく入ってて、あ違う、これあれか、これはシノン条件なんですけど、防具の方にこのクールウィッチシノンっていうのが入ってるんで、この青バラキリトの条件を満たすために入れてるんじゃなくて、これだ、これがシノン3枚以上って書いてあるんで、これ自身がシノンなんで、同じセット内でこれシノンが1枚、ここ2枚で、これで3枚っていう風になって、これで満たしてますね。まあ防具の方、これクールウィッチシノンアビリティあればこういうの入れていいと思うんですけど、まあないんだったらこういう風にスキル枠1枠潰してとか、まあこれはシノンなんでまあいいんですけど、まあもっと2枚持ってる人はこの2枚入れて覚醒2枚って、であとはまあ短期決戦なら安らぎの笑顔ゆいがいいんですけど、なんで短期決戦ならこれがいいかっていうと、この覚醒レベルを4が最大なんですけど、4まで上げるとスイッチゲージが覚醒しただけで半分まで溜まるんですよ。でやっぱ2発3発で倒すってなるとスイッチがすごい大事で、いかにスイッチを早く打てるかってなるんですよ。強くなればなるほどやっぱその重要性が分かってくるんですけど、スイッチが本当にダメージが高くなるんで、でも短期決戦だとこれを入れるんですが、まあ、長期決戦だとこれを入れないで、まあこのソードスキル枠に、まあ、スイッチが上がりやすいやつとか、例えば、まあ、こういう75層クリアでもらえる
このコネクトスキルですね、ここになるべくそのスイッチが溜まりやすいやつとか、あのバフデバフかけるやつとかを3枚積んで、でなるべくこの効果力のスイッチを打てるように組みます。でまあこのソードスキル枠が4枠あるんですけど、まあ、ここ消費 SP ってこれ26とか書いてあるじゃないですか。でもしこのスキル1、2、3、4って4つ打つ場合は、この消費 SP が4つで100以上にならないようにしたい、100を超えないようにしたいですね。なぜなら SP が最大でこれ100なんで、やっぱこのスキル1、2、3、4って一回りするのにやっぱちょうど SP100 以下になったらやっぱスキル回りいいじゃないですか。まあそういう SP 節約っていうか、まあ無駄をなくしたいんで、なるべくそこも後から意識していくといいと思います。あと直剣モッドだと、まあこういうめっちゃ防御力上がるやつだったら、まあ最悪覚醒じゃなくてもいいんで、まあこれあれかな、ライトマジックで覚醒ってあれ出てたっけ、忘れたけど、まあこのレベルに応じてってやつがね結構上がるんで、まあこの歴戦ってやつもねレベルに応じて攻撃力が上がるやつなんですけど、まあこれはこの覚醒率が上がるっていうのもあって、まあ入れてます。で片手直剣のモッドスキルはこの攻撃力何パーセント上昇っていうのが結構効いてくるんで、まあ、ダメージ計算式的にそうなってるって言えばいいのかな。まあ細かい計算の話しだすとちょっとめんどいことになるんで言わないんですけど、まあ大体その攻撃力とか、まあ、属性ダメージとか、まあ、覚醒率、こういうスキル威力、そういう4つの要素を釣り合わせるのが一番高いダメージが出るんで、まあ、直剣モッドならこのアビリティの一枠はこういうパワーライズ3って書いてあるやつですね。でなるべくこれ闇属性ダメージ上昇なんで、こういう属性ダメージ合わせて入れてます。これ闇属性なんでこれで入れてます。ただこの不沈の障壁ヒースクリフっていうのが強いんで、これが、まあ、なんで強いかっていうと、まあ、キリトを同じセット内に1枚も入れてない時にこのスイッチで使用したスキル威力プラス 200% っていうのがあって、これがマジで強くて、まあ、他にも攻撃力 20% 上昇とかいろいろあるんですけど、まあ、これが強いんで、もしこれを入れた方が強い場合はなんかキリトをなんか無理やり抜いて、まあ、入れるっていう選択肢もあるんで、まあ、どれが一番いいかっていうのは試してみないと分かんないんですよ。だからエギルジムとかでなるべく確認していった方がいいんですけど、であとは指輪は、まあ、これを入れてるんですけど、このピュアダンサーシリカって HP が 75% 以上でって書いてあるんですけど、まあこれ短期決戦だったら、まあ、HP すぐ減ることないから、まあ、こういうの入れてるんですが、なんかもっといいのあったら全然入れていいと思うし、特にこういうやつですね、このスイッチで使用したスキルの威力をプラス 100% とか、これスイッチ頻繁に使うなら強いんで、まあ、これを入れることが多いですね。ただこれはスイッチ使わずになんかワンパンしたいとか、そういう時に例えば掲示板ワンアイドワンパンしたいとか、まあ、そういう時に入れたり、まあ、あとはこういうアドバンストルーパー2ってやつ、これ指輪に入れられるんですけど、攻撃力が200上昇ってやつなんで、まあ、スイッチ使わない時はそういうの入れるかなって、まあ、いろいろ試してって一番高いダメージが出るやつっていう感じで、まあ、直剣モッドの編成はだいたいそういう感じですね。できればそのこの属性ダメージが上がるこのパワーライズできれば入れて、でそれ以外はその防御力パーセント上昇のやつとか攻撃力パーセント上昇のやつとか入れていく感じで、で始めたての人はまあ配布よりあると思うんで、で他に強いスキルとかなければまあこれ入れちゃっていいと思います。でまあ他の武器でも、まあ、モッド1枚か2枚、まあ2枚のがいいかな、1枚よりは。まあ、強いモッド素材これ揃ってるっていうこと前提ですけど、であとはまあコネクトとか覚醒のバフとかなんですけど、まあこれが小春2枚条件なので、まあここに小春無理やり入れてます。でその分スキル周りが悪くなるんで、まあこういうコネクトにスイッチが溜まりやすいやつとか、まあこういう強いバフとか入れていく感じでやってます。まあ強いバフあったらできる限り入れたいんですけど、まあ、そういうのがなかったら、まあ、とにかくスイッチがめっちゃ溜まってモーションがなるべく速いやつを入れるといいと思います。まあ、これはコネクトチェーン効果って言って、この連結分を敵に当てるたびに自分にかかっているスタック性バフのスタックを上げていくっていう効果があるんで、これがマジで強いんで、まあ、入れてる感じですね。でこれチャージ時のスイッチ溜まりが102なんで、でまあ150で半分溜まって300でス
スイッチが満タンになるんですけど、コネクトに連結してるとこれチャージ時で発動するんで、であとこれもチャージ時で発動するんですけど、クールタイム2秒減少っていう効果があるんで、まあ、入れたりしてますね。まあ、この1連結目2連結目はスキルないから入れてるんですけど、もっとなんか強いバフ効果があったらそういうのを入れてると思います。あとはこれは、まあ、カジババフってやつですね。自分の HP が少ないほど強いみたいな。まあ、弓はこういう自分の HP が少ないほどターゲットが自身に向いてないモンスターに対してっていう、このタゲガイカジバ弓ってやつを入れてますね。あとはやっぱスキル周り良くして、まあ俺の場合だとワン覚醒で、まあ、スイッチが2回頑張れば打てたりするんで、まあ、こういうスイッチ上がるやつとか入れてますね。まあこれちょっと指輪はゴミなんですけどあとアビリティはまあさっき言ったようにパワーライズと、まあこれシノン条件で、まあ、弓なんで、まあ、入れてる感じで、まあ水属性ダメ上昇のパワーライズとかね、もっといいのあったらそういうの入れるんですけど、まああとはパワーライズ4、ちょっと突数が88ってちょっとお恥ずかしい限りなんですけど、まあ最大まで上げれば攻撃力900上昇になるんで、まあ大体これはまあ入れるかなっていう感じで、まああとはまあさっき言ったような歴戦ってやつで、入れるやつに困ったら入れるみたいな感じがありますけど、でまあこういうのね、入れると強いんですけど、これ戦線維持ってやつで、これ HP50% 以下の時めちゃくちゃ回復しちゃうんで、俺は入れないようにしてますね。まあ斧だったら、まあ、どんどん入れていいと思うんですけど、そのまあ斧っていうか、まあ斧で戦線維持はないと思うけど、その斧でと回復するやついっぱい入れていいっていう意味ですね。まあ斧で打属性800のやつは回復効果はなかったと思うんですけど、あとこれなんで入ってんだろう、まあこれなんか妥協で入ってるけど、まあ多分詳しい人に聞いたら、まあもっといいスキルあるよみたいな、俺の所持スキルの中で、ね、まあ言ってもらえるかもしれないんですけど、俺のちょっと実力不足みたいな感じで、まあこれをなんか、まあ、やむなく入れてるって感じですね。まあ、大体パワーライズ3パワーライズ4って決まってくると思います、片手直剣以外だと。あとは歴戦とか、まあ歴戦これは覚醒率上がるやつですけど、まあ最悪覚醒率上がるやつなくてもまあ入れたりしますね、1枚くらいで。まああとすっげえ基本的なところなんですけど、まあなんでパワーライズ3と4入れるのって話なんですけど、この効果名が被ってるやつは、例えば2枚入れたらそのうちの1枚しか発動しないんで、例えばパワーライズ3 2枚入れると片方しかパワーライズ発動しないんで、だから3と4入れてる感じなんですけど、まあただとは言っても、そのパワーライズを1枚しか入れちゃいけないかっていうとそうでもなくて、まあ無理やりパワーライズもう1枚入れるっていう場面もあるんですよ。まあなんでかっていうと、このパワーライズっていう効果だけじゃなくて、このフレームコンバージョンとか、まあこの炎の男攻撃力 20% 上昇とかあると思うんですけど、パワーライズ以外の効果だけでもめっちゃ強いんですよ。例えば非属性攻撃をするときに、これ非属性ダメ 25% 上昇と攻撃力 20% 上昇どっちもつくんで、これだけでも強い場合が全然あります。まあ、例えて言うなら、まあ、これが、まあ、攻撃力 20% 上昇じゃないですか。でもこれ攻撃力 20% 上昇しかついてないんで、でしかもこれは HP75% 以上でしか発動しないっていう制約があるんで、まあそういう点でこれ場合によっては、まあこういうのをまあ無理やりねじ込むみたいなこともありますね。パワーライズ3 2枚だけどみたいな。まあただこれエイキル2枚以上っていうキャラ指定条件があるんで、まあエイキルもう1枚入れないといけないみたいなところがあって、まあそういう点でまあ入れるか入れないかみたいな悩んだりしますね。まああとは斧なんですけど、俺の持ってるスキルがちょっと使いにくいやつばっかで、まあ、これが結構癖があって、まあ、キリと2枚以上同じセット内に入れないといけないっていうのが、まあ入れないといけないわけじゃない、まあ場合によってはこのキャラ指定条件満たさずに、まあ、妥協でこのキャラ入れないっていう選択肢もあるんですよ。例えばさっき言った直剣モッドで言うと、これキリと1枚で500上昇ってやつがあるとすると、まあこの500くらいだったらまあ妥協で、まあキリと全部抜いて、まあさっき言ったようなこの不沈の障壁ヒースクリフ入れてみてちょっと試してみようかなみたいな、そんな具合ですね。でやっぱ斧でキリとって結構きつくて、
まあ、片手直剣だったらキリトのスキル多いけど、まあ、こういうやつ入れちゃうとこれシノン条件があるんで、まあ、シノン無理やり入れる感じで、まあ、こういうのさ入れちゃったりしてスキル使用不可ってなってるし、まあ、これ1枚入れて、まあ、これイベント用の、あの装備なんですけど、これ装備セット作ったやつ、まあ、なんかインゴット変えるのだるいんでこうやって、あれこれ弱点ダメじゃん、あ弱点ダメ、まあいいか、まあ、こう階層防具とかやってるんですけど、まあ、短期決戦なんで灰浮遊入れて、これパワーライズ3パワーライズ4入れて、でまあこれはイベントはクリティカル出るんで、まあ心眼なんで入れてます。でこれもまあ心眼なんで入れてるんですけど、まあ斧は攻撃力がめっちゃ上がるっていう性質があるんで、これ前半効果で攻撃力 250% 上昇っていうのがあるんですけど、攻撃力めっちゃ上がる分やっぱダメ上昇を入れてくっていう感じなんで、まあクリダメ心眼を入れてるっていう感じで、まあこれはまあついでで入れてる感じですね。 HP 依存、まあ HP 依存より前半効果のが強いんで斧は。でまあ短期決戦なんで、まあこのスキル数でもまあすぐ倒し終わるよっていう感じでやってますね。でまあ基本的には裏セットバフかけたり、まあ、最初にあのスイッチ貯めるのに打ってから表セットに切り替えて覚醒っていう風にするんで、まあ、ここね袴裕次郎ってやつ、なんかめっちゃスイッチ貯まるやつがあるんですけど、そういうのをね入れて先に打ってから表に切り替えて覚醒するっていう人も全然いますね。まあ、これはちょっとイベント用にそのスペシャルボーナス満たすために入れてたのがまだなんか前のイベントのやつとかも残ってるけど、まあちょっと気にしないで使ってますね。でまあ、表セットより裏セットの方が HP 少なかったら、まあ、少し HP 盛るような、例えばこういう配布のやつ、配布っていうのかな、まあ、武功の勲章で手に入るやつとか入れて、まあ、HP 上げて調整してって感じでやってますね。まあ、特に斧は HP 依存の効果があるんで、まあ、調整する場面もあるんじゃないでしょうか。でまあ短期決戦って言ったんですけど、まあ、小春に、まあ、こういう刻印とか入れていくと、まあ、ちょっとどれくらい速くなるのか、まあ見れるんじゃないかなって思うんでちょっと見せていこうかと思うんですけど、でまあ作詞系のバフ打つとクリティカルいっぱい上がるんで、まあ先に打って、でちょっとスイッチがあの表セットだと足りないんで先にあのスイッチ溜まるやつ裏セットで打ってから、で先にその前半効果で打って、でここで小春がスイッチで刻印入れてくれるんで、まあ一気に640万って出たんで、まあワン覚醒ですぐ去って倒せるようになってて、まあ、こういう感じで短期決戦だとやっぱ配布優位が効いてるんですよね。スイッチが半分以上、半分か半分溜まるんで覚醒すると。でまあその小春って言ったんですけど、このパートナー装備ですね、これがまあこういうなんでこういうバフ入ってるかっていうと、小春が使ったバフは自分にもかかるからですね。でまあもうアビリティはもうどうでもいいんで何もつけてないんですけど、まあ、これ盾つけてるのはこの盾のスキルをつけるために入れてますね。まあ、指輪はなるべくその小春がひるまないようにひるみ耐性を入れていて、で小春が自分がスイッチ打つとこの小春もスイッチ打ってくれるんで、これスイッチで刻印の連携ができるようになってます。まあ、大体その攻撃力がめっちゃ上がるようなやつだったら、そのダメージ属性ダメージとかクリティカルダメージとかダメージ上昇系をなるべく入れる感じで、まあ、片手直剣のモッドスキルでもやっぱその攻撃力が防御力 ×2 上昇ってことで攻撃力めっちゃ上がるんで、まあなるべくダメージ上昇みたいなのを入れて釣り合い取ったりするんですけど、まあどっちかっていうとどうなんだろう、あの直剣持った防御力とか攻撃力のパーセント上げるのも優先したいんで、まあいろいろ試してって一番いいのがいいんですけど、まあ余裕あったら心眼とか入れる感じですね。クリティカル出る場合は、まあ、出ない場合はまあこういう強撃とか、まあ、何かしらでダメージは上げると思いますね。ダメージ上昇、属性ダメージとか、あとは、まあ、斧だと、まあ、これだとそのこれ2枚だけなんですけど、もうちょっとその長期戦みたいな感じになるとやっぱスキル回り良くしたいので、まあ、他の何かのキャラ指定条件とか、まあ、妥協するか、まあ、何かしらで妥協して、まあ、無理やり、まあ、こういうクールタイム減少のやつ入れてスキル周り良くしたりとかしますね。でこれ覚醒スキルなんで、まあ、これ入れれば覚醒率下がんないし、まあ、覚醒中にこれ打ってスキルクールタイム減少っていうのができるんで、まあ、大体やってますね。やっぱカオス透滅戦とかちょっと長引くやつは、まあ、そういうこの承認エギルとか入れたりしますね。まあ、他の武器も大体このモッド2枚バフ
ある覚醒ソードスキル2枚とかそういう感じで組んでます。大体はまあコネクト入れたりとかもありますけどね、まあ、基本的なことは大体そんな感じだと思うんですけど、なんだろう、まあこういうさクリティカルがめっちゃ上がるやつ入れた方がいいとは言ったけど、最近クリティカル耐性があるボスが増えてきてるんで、そういう時はまあ違うバフとかかけたり、まあダンジョン迷宮区ならモブ狩りが早いとタイムが大きく変わるんでモブ狩り中止の裏セットにしたりとかあるんですけど、まあ大体そういう感じですね。でまあなんか間違ってることとか、まあ、これ持ってやった方がいいよとかあったらコメント欄で教えていただけるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。